それでは明日への式についていろいろお話をしていきます。よろしくお願いします。はい、この曲ですけれども非常に速いテンポで、しかも速いだけじゃなくて疾走感が独特ですよね。とってもスピード感のある曲です。この曲を振るにあたって、4拍子なんですけれども 1,2,3,4,1,2,3,4 みたいに大振りしちゃうとすごくバタバタしたちょっと見づらい式になっちゃいますよね。ですのでこれぐらいの価格で1,2,3,4,1,2,3,4 チャンチャンチャチャンタンタンタタン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 ラタタタンタタンラタタタンタタンみたいに振ってあげるととってもこう疾走感および軽快な感じですね。重い感じじゃなくてね、こうさーっとこうスピーディーにこう疾走していく感じが出せると思います。試してみてください。ただしですね、ずーっとねこの曲テンポ変化がないもんですから、ずーっとこのまま振ってるとなんか単調な式になってしまうんですね。ですので私ちょっと2つのテンポというかね、振り方分けてたのを気づきましたでしょうか。伴奏形が変わるところでね振り分けていました。一番最初のディタタタンタタン、ディタタタンタタン、ランタ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 ンのところは4拍子ですけれども、果てなく続く道を行く僕ら、リタタタ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 っていう風にピアノの伴奏が変わるところでは、1と2と3と4と1と2と3と4とっていう風に4拍子を倍に数えて、1,2,3,4 を1と2と3と4と1と2と3と4とっていう風に、振り分けていました。これはぜひお試しいただきたいんですけれども、ちょっと難しいかもしれないんで、最初慣れないうちは全部1,2,3,4,2,2,3,4 これでもいいと思います。
ただ慣れてきたらぜひやっぱ変化はつけてほしいので、1と2と3と4と1と2と3と4と、私サビの部分ではね、1回目では片手で1と2と3と4と、2回、サビ繰り返しの部分では1と2と3と4とっていうのを両方手で振ってちょっと変化をつけてみました。ちょっと参考にしてみてください。でこの曲ですね、男性だけ出るところと、女性だけで出るところと、ちょっとはっきり分かれてますよね。そこのところはきっちり、男性が出るところは男性の方を向いて、ね、女性が出るところは女性の方を向いて、ね、それぞれ合図を出してあげてもらいたいと思います。それと最後の伸ばす音ですけれども、最後の伸ばす音は4拍子振りでいくと 1,2,3,4,2,2,3 になります。は走っていくよ、1,2,3,4,2,2,3 です。ここは揃うとかっこいいですから、ね、ぜひね 1,2,3,4,2,2,3 っていう風にピシッと数えて終わりを揃えさせてあげてください。でこの終わりのところね、 1,2,3,4,2,2,3 というところが3回あるわけですね。1番括弧と2番括弧と1番最後のところね、これね、2番括弧気をつけなくてはいけないのは男性パートね、男性パートが走っていくよーよーの音に行くんですよね。それ以外のところは走っていくよーだったり、走っていくよーってね、どの音に上がるんですけども、2番括弧の時だけ行くよーっていう風にその音に降りるんですよね。ここしっかり気をつけないと響きが濁ってしまいますから、ここはしっかり指揮者が耳を働かせて、間違ってたらやっぱり注意ができる指揮者であってもらいたいなと思います。指揮者はこう振ってればいいんじゃなくて、演奏者の演奏を聞いて間違ってたら直すし、もっとこういう風にすればもっとこういう風にしたらいいよっていうようなところをアドバイスできるのが指揮者だと思いますので、ここのところはね、最低限ちょっとしっかり聞き取って男性の音をしっかり揃えさせてあげてほしいなと思います。男性の注意事項が結構多いんですけれども、心震え熱く燃えるとか、こういうところぶつ切りになりやすいんですよね。心震え熱く燃えるどこまでみたいにね、こうるみたいにね、ブチッと切れないように気をつけさせてもらいたいなと思います。同じようなところが、向かい風の時もとかね、苦しいこともあるとかね、それブツブツと切れないように、苦しいこともある、傷つくこともみたいに、男性切れてほしくないところが結構ありますから、そこにはこう気を配って指揮者がこう注意をできるようになってもらいたいなと思います。でこの曲ね、さっきも言ったように最後の音 1,2,3,4,2,2,3 なんですけれども、特に一番最後のところね、走っていくよーのところはね、本当に存分にしっかり声を出させて、しっかり響かせてバシッと終わってあげると、聴いてる方の印象もすごく良くなりますので、生臭いこと言うと採点も良くなりますから、しっかりとここのところは指揮者がコントロールをして、1,2,3,4,2,2,3 という風にね、全員が揃って、初めて揃って終われるようにしてあげてください。でもしね、演奏者に少し余裕が出てきたようでしたら、この曲最初から最後までね、割とフォルテ、表現が続くところなんですけれども、一箇所だけね、メゾピアノのところ、僕らは走り出す明日へのところね、やっぱちょっと工夫してあげてほしいんですよね。そこまでが、青い風にこれぐらいの画角で振ってたるとしたら、そのメゾピアノのところはグッと価格を絞って、僕らは走り出す明日へ、そうさみたいにやると、ピアノの場所からフォルテの場所への対比がぐっとついて、とってもドラマティックな展開になりますので、ここちょっとね、余裕が出てきたら工夫してみてください。大変この疾走感のある曲、スピード感のある曲、なおかつスケール感の大きな曲ですので、あんまりね、細かいことちまちま気にするよりは、とっても気持ちを広く持って、大きく持って、1,2,3,4,1,2,3,4,1と2と3と4と、広々としたね、感覚で歌える方が、この曲の良さをね、引き出せるんじゃないかなと思います。頑張ってみてください。はい、以上です。また会いましょう。ありがとうございました。さよなら。